丹旦都道から1898年9月28日は、成長末の改革主義者、民族主義者、哲学者。母術変法に参加したが、母術政変に遭遇して捕らえられ、形状の炉と消えた。字はまた生。号には、総費、花愛主張、東海名氏、通り魔誘生、両天一格主などがある。コ南省庁佐夫、流陽圏の人。父は、 古北巡部という地方の大観にまで登り詰めた丹次人氏であり、従って生まれという点から言えば、丹次駆は名門の貴公子に分類される人であった。現在の湖南省本籍地は流葉であるが、実際に生まれたのは北京のり竹城というところである。生まれた時、すでに丹家には二人の兄と二人の姉がおり、丹次駆は末っ子であった。ただ家庭的には、 恵まれず、彼が十二歳の時、ジフテリアが北京に蔓延したため、母親と二人の姉を亡くしている。タンツグ同自身も感染したが、奇跡的に回復し、このことにちなんで、また生という字を父より与えられている。実母を失った後、父の目掛けに敷いたげられ、家庭内では孤立を深めた。彼が中国の伝統的な家族制度に反感を抱いたのは、 この少年期の体験が影響を与えているためであった。ダンツグドウは、10歳の時より、同郷の内閣中小応用中区位について、下級向けの受験勉強を開始した。ただ通常の高級官僚の指定と異なるのは、ダンツグドウがこの下級受験のための学問、すなわち、趣旨学をひどく嫌をし、当時非正当的と分類されていた学問を好んだ点である。例えば、 義言や教授陳といった今文系学科の著作を特に好んで読書しているし、また、コナンの大女船山の船山遺書も愛読書の一つであった。さらには16歳の時に同郷の東学恋について山学を収め、自然科学についても興味を示している。19歳の時には牧師や総師を初めて手に取り感銘を受けている。 名門の貴公子ならざる点は他にもある。丹次駆道は十二歳の時より大東悟のもとで武術の修行にも明け暮れた。大東悟は本名を大正義と言い,い、担当図会の名手として中国中に知られた武術家で旅人や荷物の護送を請け負う評客としても有名であった。丹次駆道は大東悟から武術のみならず、教格の心意気も学んだと言われ、 科挙受験勉強に明け暮れる青白い繊細なインテリという柄ではなかった。むしろ合法来落を気取り、粗暴な行動もあった。こうした丹津武道の行動の背後には科挙と金言実直な父への反発があったと考えられている。1877年の日清戦争敗戦である。この時丹津武道は30歳となっていたが、新朝の敗北に衝撃を受け、 科挙のためにする学問や、経典の軸の交渉に地道を上げる交渉学といった、現実から有利した学問から決別し、改革のための学、すなわち形成松室用の学を志すようになる。早比という語は、この時の新規一転する自分につけたものであった。形成松室用の学の手始めとして、ダンツ武道がまず着手したのは、合理劉備に山岳の学校を建てることであった。 このタンチモニー鉱山の開口やマッチ工場設立を計画している。ダンツグドウの形成松室用の学と実践とは、西欧の知識に基づいた科学教育や産業振興といった、ヨ務運動的なものを意味していたのである。ダンツグドウは30歳までに6度賞味を受験したが、すべて落第している。そのため1896年に父親が演壇で、 チャンスうち不候補という身分を入手した。不認知の南京へ行く途上、中国各地に立ち寄っている。この旅行は、ダンツグドウにとって非常に有意義だった。中国への認識を深めるとともに、ダンツグドウの思想と行動に深い影響を与える人物との出会いがいくつもあったためである。まず上海では、ジョン・フライヤーを訪ね、キリスト教や西欧自然科学の知識を得ている。 最も大きなフライヤーからの影響は、ヘンリーウッド著、イディアルサジェスチョンスルーメンタルフォトグラフィーを看護訳した、知心面病法を入手したことであろう。タンツグドの代表作、人志学は、知心面病法に、大きな示唆を得ている。次に、南京では、養文会に出会い、仏教にのめり込んでいる。そして養文会のもとで仏教を学びながら、戦術の、人志学を書き上げたのである。 両慶長、幸運、夏総友変方派と革命派の相違、人志学、イーフト網羅小結、丹次駆道の全著作は、丹次駆道全集に収められている。ありがとうございます。